こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございました。今回はですね、コメントが8件溜まっていましたんで、これにね、少しずつ返信を動画でお送りしたいと思います。それでは早速いきますんで、画面を切り替えますね。はい、これが私のね、YouTube のプレミアム画面になりますけども、8って出てるでしょ、右上に。ちょっとクローズアップしましょうかね。8って出てますよね。で、こちらの方をクリックするとコメントが出てくるわけなんですね。一番上見てみます。これはね、菅総理の特別定額給付金の動画についてですよね。こういうふうになってますね。簡単に出すと効果が薄れます。これは定額給付金の方ですね。固定資産税と自動車税で、すでにそれ以上を納税しています。火災や火災と自動車任意保険の方が高いです。以上ですかね。で、これはだから給付金を5万10万もらうよりも税金の方の方が高いということですよね。まあ、確かにそうですね。私もね、家ありますんで高い保険料を結構払ってるんですよ。で、車が5台もありますんでね、私自己所有のが。いやー、本当にね、いくら払っても追いつかないぐらいです。それから個人的なことですけども、私の場合は5万10万もらってもそれは税金で全然分取られちゃうんで、全然関係ないですね。ですんで、この5万円10万円っていうのは、今すぐにでも5万使いたい、10万使いたいとかね、支払いが滞っていて、5万10万で家賃を払いたい、借りたお金を返したいとかね、もう今日のご飯が買えないとか、そういった方にはすごく有効なんで、まさにね、この逆進性の高い税金というものよりも、これはね、直接国民に配るっていうのは、効果高いんじゃないかなっていうところもありますね。コメントを返しておきます。私もどうか税金高い返してって感じで言いましたかね。はい、1つ目のコメントは以上のような感じですね。2つ目ですね。はい、2つ目、これね、給付金は出ません。財務省の麻生が反対していますっていう声があります。確かにそうですけども、じゃあこの声でね、諦めて私たちも叫びをやめるのか、それとも麻生財務大臣がね、反対してるけども、例えばね、麻生さんの事務所に、ちょっと待ってくださいよっていうふうな嘆願をするのか、署名を集めるのか、活動をどんどん盛り上げていくのか、自民党若手議員に応援するのか、まだまだ打つ手はあるんですよ。ただ麻生さんがポロッと言っただけで、私たちはね、諦めるのか、その諦めるのがね、いつの間にか得意になっちゃったんですよね。そして肝心なのは、菅総理が、総理大臣でございまして、麻生財務大臣は一財務大臣でしかないです。一閣僚でしかないです。そして、副、総理ですよね。どっちが権力強いのかなってことですよ。そして、私たちは、こういうふうなね、権力者に要求を上げることができるんですよ。まあ、ですんで、この方が言われることももっともなんですよ。麻生財務大臣が言うから出ないかもしれない。でも、それに、もう屈服して、じゃあ諦めたってなると本当に出ないんですよ。で、どこまで私たちが食らいついていけるか。ね、経済情報の回転も、35万リツイートってものが一つの声になったのは確かだと思います。もちろんね、それが直接の原因ではないかもしれませんけども、国民が叫ぶのをやめたとき、国民が自分でね、これは無理だろうと思ったとき、それが私たちの試合終了なんですよ。ですので、私たちは自分から白旗を上げることはないと。私も自分の放送を通じてね、それを訴えかけたいと思います。状況は悪いです。でも、最悪の時こそ最善を取るべきではないでしょうか。ということで、二つ目のコメントに返信させていただきます。ごもっとも。しかし、私は一人になっても、叫び続けます。ということで、2つ目のコメント返しということにしときましょうかね。まあ一旦ここまでにしときましょうか。はい、ではね、今日はコメントを2つお返しさせてもらいました。特別定額給付金についてのコメント返しでございました。特別定額給付金、その他私の動画についてコメントの方ありがとうございます。今日もね、コメント返しをさせていただきます。では早速画面切り替えていきましょうか。はい、こちらのね、右上の方にコメントが出てますんで、ここですね。今日は3つ目。はい、この特別定額給付金5万円支給に向けてに対して、お願いします、菅総理、全国民に明日をください。本当にその通りですよね。やっぱりね、定額給付金が欲しいと言われる方の声が大きければ大きいほど、それこそね、1000万人、2000万人、3000万人、5000万人と声が増えていって、無視するわけがありません。今のところね、まだ声を上げてる方が少ないんですよ。ですんでね、本当に、お願いします。
官邸にメールを送りましょうということで、官邸にどんどんメールを送ること、そして菅総理のね、菅総理の事務所もあるじゃないですか、そちらの方にもどん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 メールを送ればいいと思うんですよ。できることは私たちやっていきましょうよということで、もう一個コメント読んでみましょうかね。画面切り替えます。はい、次はですね、こちらですね。あ、これか。警察庁が動かないのとあります。これは山本太郎さんの大阪のどっか心斎橋かどっかで演説してるときに警察が妨害に入ったということですよね。警察庁が動かないのっていうか、警察庁の一部の警察官が来てるわけですから、まあ動かないですよね。どうなんでしょうね。ちょっと3つ目、次のコメントいきましょうか。これ麻生さんのやつですね。これなんて書いてあるんですかね。61位世代交代、国民舐めてるよねということでいただいてます。どう読めばいいのか分かりませんね。これグレンザンですか。グレンザン系遠征兼イベ61、ちょっと分かりません、すいません本当にそうですよ。ちょっとね、すいません、コメントの意味が分からないところもあると思いますけども、国民舐めてるよねっていうことに対して本当にそうですよねと送らせていただきました。はい、次のコメントは、これですね。はい、久保哲郎さん、いつも動画ありがとうございます。自己紹介ありがとうございます。やはりネットビジネスが一番稼げるんですね。自分も YouTube には登録していますが、どのようなタイトルで作成したら久保さんのように成功できるのかなって考えてました。やはり勇気を持って何かしら動画を作らないと一歩は進めませんよね。特別定額給付金、一律5万円、10万円の再給付に関してのメールは首相官邸に毎日送らせていただいています。菅総理の決断が一番です。そうですね。10月26日から臨時国会召集で第3次補正予算に特別定額給付金、一律5万円、10万円の再給付が追加になるように官邸にメールですね。やはり新型コロナウイルス感染者がいなくなるまでは経済対策、景気回復、全国民の生活面に対しての再給付は必要ですし、失業者も全国に大勢いるので、菅総理には全国民の民意の気持ちを受け止め示唆したり頑張るとおっしゃった以上は決断して行動に移すべきだと思いますと。長文ですみません。 あとお子様可愛いですね自分も現在44歳独身なので、久保さんのようにお嫁さんに探しては一人ぐらいは子供欲しいですね。ああ、いいですね。はい、ありがとうございます。どこに行っちゃったかね、今のコメント。はい、嬉しいです。返信、今回はですね、44歳で独身の男性の方だと思います。竹明 TV チャンネルという方ですね、コメントいただきまして、私はね、この方にちょっとこの方向けの、動画返信をさせていただこうかと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。ということで今回もこのぐらいにしときましょうか。以上でございます。ありがとうございました。はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。40を過ぎてね、ネットビジネスってものに手を出してみて、アフィリエイトってものから始めたんですけども、3年間で1億円以上のね、利益を取ることができて、納税をして、そして借金を返して家を一括で買って、それから隠居しております。本当にね、家のローンがないだけでこんなにね、生活って楽になるもんですね。家賃もないですしね、すごく助かります。まあよくね、家を何ですかね、ローンで買うのか、ローンで買うんじゃないわ、家を買うのか、それとも賃貸にするのかっていうのが論争が出ますけども、一括で買えるんだったら買った方がいいですね。一括で買えないんだったら家を買うことはちょっとね、私もね、賃貸でいいんじゃないかなと思いますけどもね。ということで、では今日もコメントの方読まさせていただきます。画面切り替えますね。はい、前回の続きからなんですけども、こちらですね。ここ。はい、追加の給付金を出すとか出さないとかどっちですか？はっきりしないと国民は戸惑います。総理だったらはっきりしてくださいと書いてますけども、これね、恵子さん、はっきりさせるのは私たちの声次第なんですよ。私たちが、国民がしっかりと声を上げてね、その声が官邸に届けば、あ、これはね、出そうというふうになります。今のところ官邸も出せという国民はいるけども少ないと、出さない方向で行ってもいいんじゃないかって意見もあると、どっちも拮抗してるんですよ。ですんで、これから恵子さんはじめね、私の動画を見てくださる方、見てくださらない方も込みで、どん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 官邸に要求を上げていくことと、それからね、麻生太郎事務所とか
菅義偉事務所とかありますね、事務所が。そちらの方にご訪問いただくとか、そちらの方にご連絡いただくとかね、手紙でもいいですよ。それから地元の自民党事務所に、地元の自民党事務所に訪問してみてください。そして自分の切実なね、気持ちをお伝えすればきっと動いてくれると思いますよ。ここまで国民の声が高まっているのかってことになると、やっぱりね、政治家権力者っていうのは多数派がやっぱり怖いわけなんですよ。少数派はどうってことないんですよ。だから少数が多数を誘導するときっていうのは、多数派の意見に合うように少数派が決定をしますんでね、ですんで、まあどんどん声を上げていくことと、周りの人にもね、声を上げさせてみてください。私みたいに動画を撮るとまでは言いませんけども、毎日官邸にメールするとかね、それから近くの人にちょっとね、特別定額金5万とか10万、もうちょっとで出るみたいよっていうふうに励ましていくとかね、そういうふうにしたらどうかなと思います。はい、ではですね、ちょっとここにコメントを書かせていただきます。コメント返し、私も声を上げ続けます。実現のために。そうですね、私たちがね、発言していかないと何も動かないですからね。腐ってちゃダメですからね。はい、次。あ、これは川勝知事ですね。リコール必要って書いてます。まさにその通り。あの川勝知事ってのはね、本当にね、ひどい人なんですよ。もうあまり多くは言いませんけどもね。はい、もう一件読んでみましょうか。はい、政治家の人はお金がたくさんあるのにどうしてケチくさいこと言うのでしょう。あの人たちは生活に不自由していないからなんでしょう。買いたいものはすぐ買えるし、寝ながら会議しているくらいにみんな給付金出してと書いてますよね。はい、言いたいことはわかります。どんなね、政治家さんも私たち国民の票によってですね、当選して、私たちはその政治家さんに期待してその人を権力者にしたんですよ。ですんで、この人にはその力量がないと思ったら、すぐに選挙で落とすなり、選挙がなくてもね、きちんと国民の声を上げて、まあ、更迭させるなりね、罷免させるなりっていうふうな動議を出していきましょう。私たちができるのは声を上げることだけなんですけども、でもね、声を上げることってものすごく強いんですよ。うん。ワンちゃんとワンちゃんが出会った時って、ワンワンって吠えて威嚇するじゃないですか。あれと似たようなもんで、私たちはね、もっと知恵の働いたことができます。ワンワンっていうだけではなくて、きちんと自分の状況をお伝えして、理路整然とね、権力者の気持ちを動かすことができます。そのためには数が必要です。数を集める、この必要があるから私も動画を毎日撮り続けています。まあですんでね、動画を撮るとまで言いませんけども、周りの人にちょっとね、話しかけてみるとか、生活苦しいけども給付金出たらいいよねとか、この前の10万円とか本当助かったよねっていうことで、10万円、5万円の効果っていうのはね、周りでお話して、いや10万円なんて意味ないよって言ったら本当に、ね、出してくれないですからね。うん、だからそういう小さなことかもしれませんけども、5万10万ってのは、でもその小さなことに国民がどのぐらい感謝しているのか、生きる希望をもう一回ね、取り戻したのかってことをきちんと表現して、それを届けることだと私は思うんですけどね。うん、いかがでしょうか。それではコメント会社は以上ですかね。いつもありがとうございます。